本日はアセンションに必要なメッセージや英知、ワクワクの実践など目覚めた生き方を私たちに使い続けてくれているエササニー製の集合意識バシャールをチャネリングしているシフトユニバースクールの沖木隆さんにお越しいただいています今回はバシャールもおすすめしているというアセンションアイテムについてお話を伺いたいと思います沖さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますはい えと今日はですね今回まああのこの動画でえっと皆さんにバシャールおすすめのアセンションアイテムをまあえとおすすめするというのがまあメインテーマなんですけれども実はですねこの今アネモネの撮影しているこの場所に来る途中ですねバシャールからこう緊急メッセージといいますかが入ったのでまずはその辺りからちょっと簡単にお伝えをしながら今回のこのバシャールおすすめのアイテム もうちょっとまたご紹介なんかをさせていただけたらなというふうに思っています。はい、お願いいたします、はい。よろしくお願いします。えっとね。結構バシャールま餌さりの集合意識は割と僕にとってみると、急にこう一方通行でメッセージをバンってこう。届けてくることが非常に多いんですけれども、まあ、この五反田に来る途中の山手線のですねえー。校内で急にバシャールからメッセージがあったんですね。で、それが何だったのかって言うと。 実はあのこれ今えっと僕のビジュアル見ていただくとよくわかると思うんですけど今ね大変なことになってましてでそれが何かというと僕もともとアトピーで昔からステロイドをいっぱい使ってきたんですけれどもそれの今デトックスがですねこの顔のデトックスっていうのが生まれて初めて1週間前ぐらいから始まっちゃってもうね毎日夜中中こう汚い話で申し訳ないんですけどリンパ液がこう吹き出るような状態で。 あの家から一歩も出れないみたいな状況が続いてたんですね。で今回の撮影もちょっと申し訳ないから、えっと、こんな形だとね、えー、申し訳ないかなと思ってお断りしようかなと思ったんですけれどもバシャールの方から今回は絶対にこの動画で皆さんに届けるべきメッセージがあるということだったんですね。でこれ何かっていうとう今あの、まあ、例えばウクライナの この今の戦争の話だとか、うん、あと例えば今東北の方でまた震災があったりとか、まあいろんなことが今起こってると思うんです。で、それは何かっていうとやっぱりこれから世の中がアセンションしていくやっぱり過程の中で不要なものを手放している。これ例えば天災っていう意味でいけばその地球のデトックスですし、まあウクライナ の今の戦争の話ですとバシャールが言っているのは結局その政治ののリーダーダたちの恐れが原因になっていると自分たちに自信がないことを隠し自分たちの力を誇示するために戦争という手段をとっているということなんですよね。でこれが今個々にこの不要なものを手放すということが起こっていてで僕の場合は特にこれが体というところに起こる。 ステロイドというものをいっぱい使ってきて、体内に溜まった毒素を出すということが今起こっているんですけど、おそらくこの動画を今このタイミングで見てくださっている方々の中でもうね。手放しが済んで、今スムーズに本来の自分で生きていられる方ももちろんいらっしゃると思うんですね。でも、まさに今このタイミングでまあ、ね。22日春分の境があって、宇宙元旦とか言われてますけど、自分たちのこの心の恐れとかね。 あと体の中にある毒素とか人間関係お金さまざまなところで不要なものを出していいる最中とう方が非常に多いと思うんですよ。でそういう時ってやっぱり人間なんで感情があるから非常に辛い思いだったりなんかこう身軽にもう活躍されている方と比較しちゃってね自分は大丈夫だろうかって僕自身も思う瞬間もあるんですけどそんな時にバシャールが言ってるのは今そういう手放しが起こっている人こそこれからの未来 本来の自分として輝けるそのために今起こっているこのデトックス反応を前向きに捉えてくださいとで必ずやその夜明けは来るだからネガティブな感情になる一瞬の感情はもちろんいいんだけれどもそういう自分を受け入れた上でポジティブにきっと良くなるきっとうまくいくという気持ちを持ち続けてくださいということを今回バシャールから強い メッセージとしてあったんで,す、ね、でまあこのメッセージが緊急メッセージとしてあったっていうのはやっぱりこう今世の中の集合意識がどうこれから高まっていくのかっていうことが戦勝にとってとても大事なのでこの手放しというものが非常に前向きなことなんだというような定義を皆さんに持っていただくことで世の中の集合意識がよりこうシフトアップしていく可能性が高まると。 いうことなんじゃないかなと僕なりには理解してるんですけども、はい。はい、ありがとうございます。はい、なんかそういうね、あのいろいろ浄化が起きている人とか多いと思うんですよね。うん、よねだからあの必要でそういうことが起こっているので、うんうん、あのそれに振り回されなくてもいいということですよね。そうですね。はい。なるほど。じゃあバシャルからのメッセージは。 うそうですね、まあ、このメッセージが非常に多分冒頭で重要だったと思うんですけど今回ですねそのバシャールがおすすめしているこのアセンションアイテムっていうところのお話なんですけれども実は冒頭のこの緊急メッセージととても関連性があってこれ何かっていうと今やっぱりその心の中にある自己否定だとかその無価値観とかそういったネガティブな 観念ですね思い込みこういったものをこう手放していく体の中に溜まった毒素を出していく、まあ、こういった心と体のデトックスみたいなことを多くの人たちが経験していると思うんですけれどもその時にやっぱり人間だから辛いなって諦めたくなっちゃったりとかやっぱりもうネガティブに捉えてもう私なんか無理なんじゃないかなって思うと思うんですけどそんな時にえっと今回ちょっとご紹介する「 いわゆるその波動、エネルギーを高めるアイテムをうまく活用することによってその手放しをよりソフトランディングさせてあげることができるんですよねなるほど、うん、そうなんですねちょっとじゃあそのアイテムっていうのを皆さんに見ていただきたいなと思うんですけども、はい、どんな感じでしょうかちょっと出してもらっていいですかねはい。これが 大木さんが今首に巻いているストールもそうなんですけれども、うんねれね、ブランケット的に使ってもらってもいいですしです、ねまあ、ハーフケットって言ってるんですけどもストールとととしてて使っいいいいただくといいといううん、そうですね非常にこういろいろなシーンで使えるものなんですけれども、うんはい、これがあのホルミシスというも、えっともと宇宙飛行士が宇宙から地球に帰還した時に こう放射線を浴びて一見そのえ体調をね崩してるんじゃないかと思ったら実はその健康状態が上がっていたというようなことが発覚してでそれが実はホルミシスっていうところの低放射線を浴びると実は人体のこう機能が上がるということが分かってで今ではそれが秋田の玉川温泉ですとかまあえそういったところでこう 例えば、えー、末期癌の、えー、治療なんかにも使われてますよね。まあこのホルミシスをこの生地に練り込みましてでこう体にまとわせることによって体の振動数波動を上げるというようなこれアイテムなんですね。うん、なるほど。はい、このこの何ですか？ストール、はい、との出会いっていうか出会いとそのバシャルおすすめ、うんうんうん の由来というか、そこのお話を伺わせていただいていいでしょうか。はい、そうですね。<あ>こ<れ>商品の方大丈夫です。はい、実はこれあの僕の方でバシャールにつながった本当のわけというこの中でもちょっと触れさせていただいてるんですけれども、えっと2017年にですね、えっと大阪で、えー、僕は仕事をしていたときに、えー、バシャールとのファーストコンタクトがあったんですね。でこれがあの携帯の充電が切れてそのケーブルを家に忘れてきてしまったので。 ヨドバシカメラに買いに行ったときにそのケーブルを選んでたらバシャールがバッと現れてでそのケーブルを買う必要ないですよとええー、ってなって店を出たらケーブルが落ちてたっていうまあ実は話があってでその時にバシャールからえっと書店に行って僕とダリルとやり取りをしている本をちょっといくつか見てくださいっていうメッセージがあったんですよ。でその書店にに行っっててて開けていたらあるところに目が止まって その一つが、まず、あの。ガイダンスチャクラというチャクラについて、その言及されているところだったんですね。人間には、こう、第一から第七までのチャクラがあるって、今。一般的に言われてますけど、実は。背中と背中、背中の、肩甲骨と肩甲骨の間に。ガイダンスチャクラというチャクラがあって。で、このチャクラは。僕らのガイド。 シュゴレさんがその人の本来の自分の行き先をエネルギーで押してるっていうわけですよ。でこれを実は僕はインナーとしてそのガイダンスチャクラといいますかその、えー、肩甲骨と肩甲骨の間をマッサージするというインナーを着てたんですね。でこれが最初にアセンションアイテムっていうのがいろいろ今世の中で歌われてるけれども一つ非常に有効なアイテムだと。うんうんで この会社の扱っている製品の中でもう一つホルミシスを扱っている製品があってこの製品もアセンションを望む人たちにとってみると非常にお助けアイテムになるのでぜひ大木さんの方でその多くの人たちに必要な人に届けてくださいっていうメッセージが実はあったんですよね。うん、なるほどそそれがじゃあ最初だったという,かそうですね大木さんはその、えー、とインナーを、はい 切られてたのはバシャールから言われて着てたわけじゃなくそそうですそうでですすいいなと思って着、ね、てたものがもすめそうでともとは僕のメンターの先生がアマテラスのチャネルラーだったんですけど、うん、アマテラスが推奨していたですよ、うん、その、えー、インナーであるとか、はい、先ほどのハーフケットね それをバシャールがアセンションアイテムとして推奨してきたみたいな感じですね。なるほど、なるほど。はい、そうだったんですね。うん、じゃあ。で、これをですね、はい、ちょっとすみません、お手元にある四月号、ね。あ、これですね。で,ですね、四月号で、あの、はい、アネモネの。四月号で、ご紹介させて。いただきました。はい。はい、で、あの、こちらね、通販、アネモネの通販でも、うん、あの。 扱わせてていただくことになりまして、はい、でやっぱりね体験してみないとわからない感覚、ね、感,感覚といいますかね、うん、やっぱ体感ですよねそうですねがあ,のあった方がご購入しやすいのかなということでこの度姉もねで4月と5月に体験会を行うことに、ねはい、なりましてそ,で、ね、でその体験会であの大木さんのね ミニレクチャーもしていただいて、はい、そのこれからのね多分これまた4月になったら新しいメッセージが来そうですよね。あ来ますね。新メッセージをお伝えする内容になってくると思うんですけども、はい、ミニレクチャーもしていただいて、はい、あじゃあすいませんちょっとあのそのインナーを見せてもらっていいですかねどういうものか。 はいそうですねこれがあの先ほど言った僕も身につけているインナーなんですけどこれ背中見ていただくとちょっとね見づらいと思うんですけどこれね背中にねこうバッテンになってるんですよね。でメーカーのこれ説明でいくとちょうど肩甲骨と肩甲骨の間のこの地点が自律神経のツボなんですって。でこれをマッサージするような 実は石鹸になってるって。一番そこね、あの手が届きにくい場所ですからね。そう,そうなんですよ。<laughs> 自分でほぐせないっていう。そうなんです。で、これバッテンに合っていることって胸がものすごい開くので呼吸も深くなるんですね。それだけでもね。そうなんですよ。な健康に良さそうなそう <laughs> T シャツですもんね。そう。これ本当おすすめで、まあガイダンスシャクラっていうところで、うん、まあその人がよりこうおそらくその本来の自分になるための直感だと思うんですね。うん、直感とかなんとなくこっちの選択をした方がいいみたいな。うんうん そういうのをこう促してくれる。効果があるんじゃないかなって、僕なりには解釈してるんですけど。なるほどね。うん、さっきのそのソウルも、はい。も頭からかぶると、今沖さんもかぶってる。のがそうですね。はい、チャネリング力がアップする。そうですね。ぼう。しているという,そう、ね。そうですね。僕の知り合いでも、チャネリングとかしたことない人が、これをかぶったら、急にメッセージが来たとか。で。本当にね、あの。ホルミシスのこの鉱石の。 力ってやっぱり振動数を上げるこれダイヤモンドも入っているので、うん、かなりやっぱりそのえっとエネルギー振動数を上げることを助けてくれるアイテムだと思いますねなのでねぜひあのもしご興味ある方は体験会で実際に体験していただいてご納得していただいてからね,ねご購入という流れもありますのでまたはもうあの欲しいという方は 姉、うん、ネモネの通販の方からご購入いただいたらいいかなとは思うんですけれども、ね、あの体験会の方ですね、はい、あの4月と5月に今開催予定決まっておりますので概要欄の方に貼っておきますね、はい、でこの日なんかゲストの方もお越しいただけるということで,そうです、ね、実はせっかくあのこの両日、えっと、やらせていただくので実はそのえっと 僕のメンターの先生というのは実は2年前にもう亡くなりになられているんですけれども、そのメンターの先生からアマテラスのチャネリングを引き継いだ女性がいまして、でこの女性がえっと特殊能力でその人のね体内をこうチャネリングで内視鏡のように見ていくことができる人なんですよ。すごいですね。すごくないですか？<laughs> それすごいですね。ねすごいでしょだから本当に何かその人その方がこうチャネリングするとその人に必要な例えば食べ物とか。うん、はい。 例えばサプリメントとか、はい、そういったものをチャンネルするのが非常に得意な女性が、はい、あのサロンのオーナーさんで,で先ほどのこの「ホルミス」のシリーズとかお客様にもこれまで多くの方に提案されてきた方なんですね。で呼んでこの商品についてのまあ詳しい説明とさせていただけたら、はい 面白いんじゃないかな。すごい面白いですね。はい。それはちょっと得点ですね <laughs>。そうですね。結構ね、はい、お得だと思います今回。ですよね。はい。あとはですよね。あのこの商品ご提供をいただいている会社さんの方からもあの、はい、来ていただいてマイナスイオン測定とかあの骨盤の歪みチェックとかその辺もできるんですかね。そうですね。あのまあそのあたりのマイナスイオンの測定であるとか。はい。 こう実際にホルミスのこの製品を使うことによって。はい、えっと、例えば、関節の可動域が変わるとかです、ね。はい、まあ、その辺の実験なんかも。含めて今、はい、今、ね。準備はしているので。ありがとうございます。楽しんでもらえるんじゃないかなと思います。やっぱりね、体験、体感ができるのが一番、あの、いいと思いますのでね。そうですね。はい、はい、あの。編集長のね、アネモネの編集長の中田さんも。はい、実際に、あの、この。 ホルミスのこのハーフケットを手に取られた時のやっぱり体感ですよね。そうですよね <laughs> それがすごい気持ちいいって言ってあのー、購入されてたってお話を伺ったので、はいはい、やっぱりこれ特にね姉ネモネの読者さんって結構エネルギーに敏感な方多いと思うんですよ。多いいと思いますなのでこれをちょっとね手に取ったりとか、うん、まとうだけでもね、うん わかる方多いんじゃないかなって。そうですね。すあのう、アネモネ編集長の体験は、その4月号の方にも載ってますし。すね、今度、今からまだ発売されます。はい、えっと、五月号の方にも掲載されますので。はい、アネモネの方も見ていただけたら、より詳しくわかると思います。はい、ね。はい。あ、あと、すみません。あと、当日、さっき商品2つしか出してなかったんですけど、なんだっけ。 <あ>ベッドシーツそうですねホルミシスのシリーズで今回、アネモネさんが OEM で販売される中には、うん、こういったあのこれオーガニックコットンっていって、まあ、寝る時にちょっと上にこうかけるような感じですね、はい、これもホルミシスの、えー、素材で作られていてで、えー、っとマイナスインをものすごく発生させるのですごくこう睡眠の質が上がるね。すすごいいいですよね,ですねそれ これ本当に気持ちいいです。僕も毎日かけてる。短期間で良質な睡眠が得られるって言うのがもう。うね、求めてますけど、私は。まあ、お忙しいですからね。短い時間で質の高い,いの、ね。そういうのを求められている方多いと思うんですよね。これと、ね、あと。これは家計の方で。これ家計の方で、あとはこうシーツ。ーツあるんですね。まあ、これセットで使われると非常にいいんですけれども。はい、僕なんかもこれ。もうね、手放せないですね。これシーツで。はい、本当にこれも。 なんだろうこのプリントされてる生地のところにホルミスがこう、うん、あのプリントされてるんですけどすごくね、えっと、業界で言うと実質規格でレベル3って言って、うん、一番マイナスイオンを発生させるっていうランクまで証明されてるものなのでじゃあこの,この辺もねあの体験していただけたらなと思います。 今回の動画はこれで終わりたいと思います。大ありがとうございました、はい。ありがとうございました。